系。ブラジルの若手サッカー選手さ、クリスティアーノ・ロナウドの食事メニューを真似して死にかける。サウジアラビアの名門アルナスルに所属するポルトガル代表フォワードクリスティアーノ・ロナウドの真似をしたブラジルの若手選手が死にそうになったと告白した。徹底的に脂質を減らしたシンプルな食事メニューが自身の体に異変をもたらしたという。メニーのはウォーミングアップをしていてもそれ以上走ることができなかった。私は死ぬだろうと思った。試合開始5分で走れなくなり交代が必要だったと告白した。アホだろこいつ、動けなくなる前に気づけ、メニューからしてカロリー足りないだろ。マンユーの同僚がクリロナの家に招待されて、一緒にトレーニングをしようと家でトレーニング。飯にしようと言われて出てきた飯が大量のささみとサラダ、彼の家には行かない方がいいと記事になってたな。炭水化物的脂質ぎだろ。別腹で炭水化物摂取してるだろ。同じブラジル人のゼロベルトの食事真似すればよかったのに。糖質取らんとそら死ぬわ。ということはクリロナは通常の食事以外で摂取してたんだろな。エネルギーをコーラガブ飲みよ。コーラ飲んでたやつを罵倒したんじゃなかった。会見でコーラ酒たのも飲みたくなるかららしいで。そもそもクリロナ毎日米食べてたはずだが。ロナウドは1日4リットルのオレンジジュース飲むらしい。肉体的にはメッシは憧れの対象ではないんだな。メッシがマックのポテト食いながらこの記事見て爆笑してそう。